近石ですえー、私のこの近石信介という芸名はですねどうして付けられたかと言いますと私は本名が近石安蔵というのですがこの安蔵が嫌でしてねなんで安蔵という名前を私に付けたのかっていうんで実はあのー、聞いたことあるんですよ親に。そうしましたら私の親父がちょうど私が生まれた頃に大変事業に失敗しましてえらい貧乏したの。 で私が生まれていつまでたっても名前を付けないもんだからおふくろがですね「お父さん名前付けていただけましたか?」っつったら親父が「うん」つけた「うん」「これだっっ」だっつって「近いし安蔵だ」っつおふくろが「安蔵」「実は私の兄貴二人はねかっこいい名前なんですよ」「進む」とかねええもうとにかくかっこいい名前で私だけが安蔵なんでどうしてですかって聞いたらば親父が「うん」「安々と蔵が立つようにな」うん 貧乏してててるもんだからっっそそう言ってそれを聞「いたおくらお父さんも貧乏してるかとそんな風に気安に名前を付けていいもんでしょうか」っていうふうに言ったそうなんですけどもまあそんなわけで私は安蔵の名前になりましたけどもね子供のこれやでねこれがで私の,あの小学校の担任の先生がよくいるでしょうフルネームであの名前を呼ぶ人が「あの近いし安蔵!」。 近いし、安ぞっていう、後ろまで呼ぶ先生は大嫌いでしたね。でもんですから、私はね、役者になってからは、絶対に本名ではもう、デビューしまい。何が何でももう芸名をつけたいって言うんで、それで私はね、新助ってしたんですよ。お前、二枚目でもねえのに、なんで新助だいってこう言われるかもしれませんけど、字はね、真実の真に、助は、助兵の助じゃないですよ。海という字ですね。ええー。 あの介護保険の会で最近はご厄介になりそうになっておりますがまだまだ介護保険の厄介にはなりそうもない近石い慎助でございます。よろししくお願いいたします。